三木塔、または塔とは、砂糖と麦芽塔と落花生を原料にした金門島特産の菓子。主に金門島の硬いタイプと、流海紙のほろりと崩れるタイプのものがある。ほろりと崩れるタイプはマレーシアでも作られている。名称の由来としては、かつて明朝時代のカノギ書で、民間で調香品として作られていたため。 蜜木の文字を冠するという説と、蜜木刀を作る過程で材料を打ち柔らかさを調整することを、貧南語で、ということから来ているという説の2種類がある。第2次大辞典は、蜜木刀を、上等な白車刀の名とし、刀を、土豆刀を平たく叩きつけた歌詞と書き分けている。また、については、コツンと叩く、打ち叩く、殴る、オーダルと説明している。ただし、 福建省や台湾においても、の字には、馴染みがないため、商品には、同音の、蜜木で書かれている例がほとんどである。台湾が統治している、金門島で作られている。いって粉末にしたピーナッツに、熱で溶かした砂糖と、爆型糖水飴を混ぜ合わせ、素早く伸ばした後、叩いて薄く、形を整えたもの。金門島を訪れた、観光客や駐在台湾軍人の土産として、 砲弾包丁や高量酒と共に人気がある。台湾でも同様のものを作る製造業者がある。海苔など別の風味を加えたものもある。中華人民共和国では、復建省流開始白水鎮で製造される白水蜜糖が有名である。熱で溶かした砂糖と爆芽糖を水飴を混ぜ合わせ、素早く何度も引き伸ばした後、 いって粉末にしたピーナッツを包み込んで四角く成形したもの。赤い紙に包んで売られる。龍髭塔に似ている。龍海誌のほか、小州誌やアモイ誌などで販売されている。マレーシアのツ木島復建省から移住した家人が、多いマレーシアでもペナン州などでツ木島が作られており、マレー語ではカツングタンバックと称し、英語ではピーナットクリスプと称している。 いって粉末にしたピーナッツに熱で溶かした砂糖と爆芽糖水飴を混ぜ合わせ素早く伸ばした後細長く成形し長方形に切り分ける白く薄い紙に包んで売られることが多い金門蜜蜜糖のようにピーナッツは混ぜ込まれているが食感はサクサクしており白水蜜蜜糖に近いクアラルンプールなどの過人系土産物店でも購入できる 台湾総督府編、第日大辞典上官 P505、1932年、台北、台湾総督府。台湾総督府編、第日大辞典上官 P495、1932年、台北、台湾総督府。ありがとうございます。